先にちょっとこっちの方とか見ようか。で北西線はここから降りてずっと行ってくださいよっていう構造なんだな。こっちに来ると一気に前のまんまでですので、逆にバスセンターのねこのレトロ感がなんか逆にエモい感を醸し出してますよね。もう上の連絡通路とかもねもうぶった切られてますからね、もう全く使うことはほぼもうないのかな、うん、どこか行くのにあっちの詳しいの方とか行くのに繋がってたっけ、繋がってないですよね。はい、でもここはバスはこっちですからね。そうここからね分かりやすく分かれてますね。ネオポリスね、さっきこっちの方ですよって言ってましたけど、四日市みたいに乗り場があちこちに分かれてるんじゃなくて、もうバス乗り場はこっちってね決まってますからね、これは分かりやすい。ただね唯一ね実はこっちからね発着しないねバスがね1本だけあるらしいんですよ。あれってまだこっちに来てないのか。なんかね桑名はね私も知らなかったんですけど、最近まであの松山、愛媛の松山の方に行く高速バスが走ってるらしいんですよね。で1日1往復ですけど、それはちょっと乗り場が別のところにあるらしいです。ちょっとあんまり私もあんまり詳しくないですけど、なんかねここね降りてね先のところにあるらしいんです。一回使ってみても面白いかもしれませんけどね、松山ね行ってみたいところですよね。松山というと坊ちゃんスタジアムと道後温泉のイメージですけど、あと新居浜といえば水木奈々さんがね有名なところですけど、どこなんだろうな。こっちにね昔ながらのあれですね、こんな下って来たことねえな。そういやいつもこの上にねスーッと登ってきますからね。でどこになんだ、なんかねこっちずっと行ったところに高速バス乗り場があるらしいんですけど、タクシー乗り場、これもまたレトロな感じじゃないですか。どこ、あ、こんなところに観光案内所なんだ。へえ、知らんかった。はい、この辺りの名産の、しぐれのあれですよね、海進さんってね。そう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 、桑名はしぐれが有名ですからね。ハマグリとね。桑名のハマグリ、最近めちゃくちゃ人気らしいですからね。いやまあ、もともと人気ありましたけど。まあ、こっちらしいんやけどな。別にそれらしいところないよな。あそこにあるあの乗り場がそうなのかな。横着して撮ってますよ。あれかな、一つ期間に来ても結構いろいろあるのが桑名はいいところですよね。大使さんね、で屋台寿司さんもねあったり、一通り実はちゃんと揃ってる。こっちのほこり綺麗なホテルできてるんですね。スーパーホテル平気でね、ギター屋さんじゃないな、これはあのギター教室なんかなに、ね、バールって感じのね、ところもあって、で昔ながらのこれは何屋さんだろうな、これはね焼きハマグリですよね。これがハマグリ、焼きハマグリ、ハマグリ食堂、こんなところあるんですね。多分有名なところでしょう。うなぎもやってんだ。あ、確かに桑名といえばね、その手は桑名の焼きハマグリっていうぐらいね、とにかくハマグリが有名ね、すごく美味しいと評判とね。高速バスもあるな。いや、あれハップバスだ。ハップバスのバス停やから、あれか、あいつだ、うん。杉山方で乗り場が変わるとなんか街の空気全体が変わったような感じがしますよね。多分人の流れはちょっと変わるんでしょうね。これだこれだこれだ。でちょっと離れたね、ここに来ると有楽町ってなってますけど、 JR 東海バス桑名駅前ってなってますよね。これが JR 東海バスのなんと四国方面夜行高速バスね。こっからね高松松山の方にね、徳島高松松山ってまた
もう至れり尽くせりな感じで行くじゃないですか。小金井駅前にも行けるらしいけど、まあこの距離ですからね、まあなかなかこの距離をバスに乗る人はいないかなと思いますけど、こっちね、オリーブ松山号ということでね、オレンジじゃなくてオリーブなんですね、なるほど。23時45分ってことでね、あ、これね、結構ワンチャン仕事終わってからね、週末、朝、松山の方とか向かうのにいいかもしれませんね。ってことでね、まあ四日市でもワンチャンここで来て、ね、ここまで来て、23時45分ですから仕事終わってから準備してね、来ることだけできるでしょうし、いいかもしれませんね。あのね、乗り場があるっていうのはね、実はあのね、改装になる前のね、駅舎でね、たまたまね、この前撮った動画のやつもね、見とったらね、ちらっとね、ちっちゃく案内あるんですね、あれ。あったんですね。その案内見てね、こんなんあるんやと思ってね、ちょっと調べてみたっていう次第です。これ、ムチバスも活発に走ってますから、便利ですよね。四日市のコミュニティバスって、なんか、四日市の文句ばっかし言ってる気がしますけど、四日市のコミュニティバスってなぜか四日市の駅前から出てないんですよね。なんかね、離れたところからね、みんな出とってね、それぞれにコミュニティバスがありますって感じなんでね。ねえ、そこがね、ちょっとね、なかなか使い勝手が、っていうところがあったりする。まあ、それぞれの地域にね、根出してるっちゃ根出してますからね、あれですけど。